とプレミアムラインな、はい、デスクランプにやってきました。はい、もう AJ はね、いろんなところで写真で見られてると思います。アルネ・ヤコブセンの AJ、はい、です。はい。セブンチェアやアントやエッグを作った人がランプも作ってる。ね、はい。これね、結構本当作るの難しいんですよ。これ実はこんなに簡単そうに作ってるし、まあでもこれもリプロダクト品と一回比べたいかな、やっぱりね。あ、あるんですね。あるある。へー。そう、まあで、これが AJ の今まであるテーブルタイプですね、のサイズで、こっちが、ミニです。でミニの中でもちょっと変則的なあの展示ですけど、これステンレスです。あ、でもステンレスかっこいいでしょ。はい、馴染みますね。そう、意外と単品で見ると、うん、なんか銀色でツヤツヤして、うん、なんか大丈夫かな。そうめっちゃギラつくんじゃないと思うんだけど、木と合わせても全然いけましたね。はい、はい、シルバーはでもね、こう割と本当毎回それ説明するけど、合わせやすいんですよ。あのセブンチェアの足とかもそうじゃないですか。うん、あの足単体で見るとクロームメッキってツヤツヤしててシルバーでなんかギラギラしてそうって思うんですけど、実は周りの色をちょっとこう取り込んでくれるから反射で、だから意外と馴染むんですよ。トロメオもちょっとメカメカしいけど置いてみるとなんか決まるんですよね。そう、それはやっぱシルバーっていう色があれですかね。そういう馴染んでるんですかね。無理に白とか黒とか選ばなくても全然シルバーぐらいがちょうどよく馴染んでくれたりするので、悩むんだったらそう。だどうしてもあとね、販売ページとかカタログとかって切り抜きになっちゃうから、はい、まあ、白抜きになっちゃうから、もうその色だけが目立つじゃないですか。だからいやちょっとうちには、ね、抵抗あるよねみたいな思う方多いと思うんですけど、あの全然こうステンレスとかシルバー系は馴染みます。なんかかっこいい系好きやったけど次爽やか系行きたいって思ってもシルバーやったらどっちでも増えるっていう感じですね。はい、質問来てます。リプロダクト品とどこが具体的に違いますか？それ逆に言うとリプロダクトでまじまじと見たことがないんですよ。だからそれはちょっとね調べたいなと思ってて、多分絞りあの作り方がそもそも違うはずです。で、そこら辺がどうその最終の、フォルムに影響するかっていう、あ多分ね写真では分からないレベルではあると思います。じゃあ今度リプロダクトなんかやってみたいなと思いますね。でこれそれをヤコブセンがデザインしたと言っていいのかっていう、リプロダクト編で結構デザイナーの名前出していいっていうのはどうなのか。そう、ヤコブセンがそれ OK したと思うみたいなことは結構多々あるので、セブンチェアなんてもう顕著に現れるでしょ、うんうん、現れたでしょ、はい、だからいっぱいいっぱい出てますけど、そうドロップとかね、はい、うんうん、そんなわけないじゃんみたいなのがいっぱいありますけど、まあ、ちょっと AJ に関してはあの改めて検証したいと思います。そうですね、YouTube でやる。そうですね、YouTube でやろう。企画楽しみです。はい、やります。あと映ってるテーブルのサイズ教えてください。これ1500、はい、1m50 ですの、はい、これはパリモクケーススタディの、テーブルです。はい、これね、いつも言うの忘れるけど前後ろ逆やん。え、あ、前後ろがそうあるんです。うん、はい、なるほど。このここからがすごい特徴的なんですよ。ここ撮ってほしい。これなんかあのあれやね、お茶の部屋をイメージして作った小窓をイメージしたやつやと思います。書いてたと思います。ごめんなさい、言い切りません。はい、でこれが後ろ側に行くってことですね。そう、はい、本当はあのダイニング仕様なんですけど、あのダイニングのデザインとしてこれを作ってるけど、デスク用にちょっとカスタマイズして今作っている。
で、多分展示してるのは本当うちぐらいじゃない。取り扱いができるのが日本で、まあ、ちょっとずつ今増えてはきてるけど、増えてはきてるけど展示で販売してるっていうところはちょっとまだ少ないと思います。はいはい、奥行き70センチ、はい、高さ72センチです。はい、コネクトのホームページぜひご覧ください。はい、お願いします。さっき質問来てた、そのカイザーの、あ、はいはい、行きましょう。はい、行きましょう。はい、行きましょう。で、これ新作の、グレー、グレーでよかったかな、グレーです。で、はい、フレーム部分が真鍮、ちょっと真鍮なんで一応あの、手袋します。 こういう感じですね。で、どういこうか、こういこうか、はい、こうですね。で、ここにレバーがついてるんですけど、これを緩めるとここがこう稼働します。で、レバーをストップかけるとこれで固定になります。はい、左右はいけます。左右もいけますよ。はい、ちょっと硬いけどね、どうしてもね、こういうふうにそんなにめちゃくちゃ動かないけど、まあ気持ちよく、はい、こう感じですね。あ、ここまでいくか。そう、これ、あれ、限定じゃなくて新色が出たってことですか。そう、本国からスタートしてようやくグレーが、入ってきました。本国、デンマークは、去年からもう発売してて、プラグを日本仕様に変える時間がかかるっていう、これぐらい、はい、これぐらい動きます。すごい雰囲気がいいですね。かわいい。石井さん好き、めっちゃ好き、好きだよね。はい、これとあの革のプフ組み合わせたやつがめっちゃ好きでした。なるほど、はい、なるほど、そんな感じ。だからといってそんな生活はしてないです。いやいや、ごめんなさい、憧れです。うん、こういう可動域いいですか。うん、まあ使わない時とか、まあ、こうやってちょっと振ってあげると、ね、どうしても、ね、カイザーの弱点ではあるんですよ。ここがこれがデザイン的な特徴ではあるものの、はい、ランプがちょっと見えやすいっていう、うん、そう、直接目に入ってきて眩しくなっちゃうんですね。こっちを照らせばなるケースがあるので、はい、なので調整しながらこう使ってください。はい、かわいい。いや、やっぱりいいっすよね。値段言いました。あ、値段言ってない。はい、カイザー、うん、リュクス、うん、イージーグレー103,400円です。税込みです。はい、真鍮無塗装です。あの、ね、ここはピッてやったら指紋がつくから、これはね、どうしましょう、そう、あの、いい味出てきます。あ、そうそうそう、経年変化してます、はい、まだ、はい、まだあの展示したてなんでピカピカです。はい、っていう感じ。はい、はい、カイザーでした。はい、お願いします、はい、で、次もうこれはなんやろね。なんつったんやろ。今めっちゃハテナが飛びました。頭の上に。はい、ルイス・ボルセンが今、はい、限定で生産している、はい、今っていうかもう締め切ったんかな。もう作っていませんね。そう。だからオーダーした分だけ今作ってくれている、っていうはずです。クエスチョン。クエスチョンです。はい、でももう5月入荷の分も埋まりましたかね、予約で。残り台数言っちゃっていいんですか。残り50ぐらい。50、はい、残り50でもう終わりです。はい、初回入荷分も売り切れて、5月入荷分も売り切れて、またその後に入ってくるやつがあと50台、はい、残すところ。はい、最後の予約、はい、チャンスです。最後のチャンス。はい、なんかもう多分あと本当に各店舗でオーダーしていたりとか、はい、ストック、在庫ストックが、はい、あるところでしかもう買えないですからね。毎年限定品終わった後に問い合わせいただくけど、もうちょっと作れません。作れないんですよ。今がチャンスです。これはもうね、うん、毎回こう出てきた時にこれはって思うけど、うん、これもね、うん、これはですよね。あ、これはこれは手元に置いといて、置いときたい。あの価値を、ま、そう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 、増していくのを見ながら楽しむという。はいはい、ほら、左右に触れます。こういう、はい、だからデスクランプとしても結構照らせるのかな、こことか。こういうふうにいけばね、はい、こういう手元がしっかり
照らせれますから、はい、で、普通のテーブルランプとして置いていただいても素敵、うん、だから一石二鳥、一石二鳥、ツーウェイ、ツーウェイとか軽く言っていいかわからないですけど、うん、こうスイッチがね、こうこうです、はい、いいじゃないですか。で、あれですね、コードも布のね、うん、茶色のやつ、ね、茶色のね、ブラウンコード、はい、なんでね、こうやってで、どっかにあれが入ってますね、ポールヘニングセン、PH のね、うん、なんていうのかな、彫ってるんですか。そう彫ってますね、グラストでかけてると思いますね。カイザーの紹介ありがとうございました。動画だと使い方が分かりやすかったです。そうなんですよ。ありがとうございます。逆にあれをね、ブログで紹介する、これをブログで紹介するの超骨が折れるんですよ。文字起こしできないですね。で、コマ送り動画をパラパラ漫画風にいつも皆さん作るけど、まあ時間があるよね。はい、湊さん頑張ってで、その、はい、それを今日は補いました、はい、切り取って出したりですね。そう、だから、はい、可動域ね、うん、明るさと、これがまあ本当に伝わりにくいんですけど、まあちょっと参考になって、はい、なっていただいたらいいかなと、うん、あ、ちなみに2の2のクエスチョンの価格は、はい、ちょっとプレミア価格ですけど、はい、194,700円、税込み、194万、ごめん、194,700円、194,000円、ぐちゃぐちゃやな、すいません、こんな感じも今度毎回こんな感じでいきたいですもん。あ、そう、はい、もうすいません、いや見ている方がどう思われるか、という感じです。